アンヘルス旅行の魅力とは？今回のアンヘルス旅行も満喫できました。日本人では珍しくナイトライフではなく純粋なフィリピン旅行で、アンヘルスに時々来るのは子煩悩なモテ仲間の鈴木さん。アンヘルスを旅行するなら気をつけたいこと。元アメリカ軍のベースキャンプが近いこともあって、またマニラとは違う雰囲気のアンヘルス。ここにはとにかく韓国人が多い。彼らはお酒を飲むとただでさえ大柄な態度がさらに悪化するので、現地でトラブルを起こさないように気をつけたい。怖いもの知らずになった彼らが強盗に抵抗して撃たれるという事件も起きている。スリや置き引きはアンヘルスを含めどの場所を旅行していても遭遇するので注意。またアンヘルスではバーで知り合った輩が旅行者の飲み物にこっそり睡眠薬を入れて昏睡させた上貴重品を奪うという事例も。未成年者は相手にしないこと、安いからとドラッグに手を出さないこと、怖いの時はプロテクトをしっかりするなど、特に夜遊びの場合は気を緩めないでほしい。それでもあるアンヘルス旅行の魅力。個人的にここが好きなのは、アメリカ人や韓国人をはじめ日本人以外の外国人が多く、フィリピンの中では国際感があふれていること。そして何よりマニラはもちろん、あの観光地から近いセブシティよりも安全と言われるアンヘルス。夜の一人歩きは当然避けたいし、見知らぬ通りをふらふらするのは治安の上でも問題だが、外国人が普通に行き来する場所ではエルミタのような変にピリピリした緊張感はない。夜遊びが好きなら、たとえ同じ東南アジアのタイのパタヤよりも女性の質が高く、フレンドリーで話しかけやすい上コストもかからないことで評判の場所。ビーチ、スービックまでは1時間程度のアンヘルス。特別おすすめできる場所ではないが、例えば沈没船を見たいというスキューバーダイバーには定評がある。アンヘルスから遠くないクラークでは、俺が当時付き合っていたリリベスと一緒に行ったバールーンフェスティバルが開催される。これはなかなか他ではできない体験だ。ちなみにアクセスは直行便ならマニラのニノヤ機の国際空港から北上、または韓国経由でクラーク国際空港に。ところであなたはフィリピンの旅行時に保険に入ったことはあるだろうか。いわゆるロークコストキャリアが復旧しているが、少しでも安くと飛行機に乗る際の保険を省くケースが多い。飛行機は別としても、フィリピンに来るなら現地で何かあった場合のために保険には入っておいた方がいいというのが結論。最近これを教えたのは俺と同じく豊島屋の好きなひこちゃんだった。フィリピンに来るなら保険に入ろう。ご存知の通り、フィリピンはまだまだ後進国で、マニラの一部を除き電車が走っておらず車社会。そして日本のように歩行者優先でもない。信号もなく歩道ギリギリを走っているバイクがいたり、道路を横断しようとしても車が止まってくれない。当然ながら交通事故に遭う可能性も少なくない。そもそもきちんと舗装されていないところが多く、いきなり穴が開いてあったり棒が飛び出ていたりと、都会でも危なっかしい場所ばかり。その上、南国フィリピンでは軽装になるので、慣れない日本人は特に怪我をしやすくなる。こんな時のためにやはり保険が必要だ。またフィリピンには野良犬があちこちにいる。基本的に彼らは元気がないが、噛みつかれることがないことも限らない。この場合に怖いのが狂犬病。水や食事でお腹を壊すこと、排ガスで喉をやられたり頭痛になるのはフィリピンに来てほとんどの人が経験する。こうした東南アジアの国では蚊に刺されてデング熱という事態も起こり得なくもない。フィリピンで病気にかかると低い物価や人件費に比べてかなり高額なことに驚く。やはり保険には入っておきたい。フィリピンに来るならおすすめの保険。俺も最初はクレジットカードについている保険で満足しているさが、できれば日本のちゃんとした海外の海外旅行障害保険に入っておくといい。特に3ヶ月以上海外にいる場合はクレジットカードに付帯する海外保険は対象にならないケースが多い。フィリピンの場合、病院によって適当な言い値で大きな金額を要求してくることがあるが、日本の会社はきちんと支払ってくれるので安心。この場合、後々に便利なキャッシュレス対応をしてくれるプランを選ぼう。一方、フィリピンで医療保険に入るなら入院時の保証金が不要になるカードが付くプランを選ぶこと。フィリピンでは
治療費や入院費用が払えない人が多いので、最初にデポジットを要求する病院がかなり多い。その他、当然ながらフィリピンにも自動車保険や火災保険はある。いずれにしても現地で契約するなら、日本語が分かって信頼できる現地人の知り合いを作っておくことをお勧めする。カッパドキア観光を終えたセブ就職後もアンデヘレス旅行に時々出かけているのは、脳と食事の関係を熟知した使用家。フィリピンで日本人のマナーを教える彼は、俺と同じくふかふかの猫に目がない男だ。